おはようございます。アローズスクリーンのシーサでございます。さあ今回はシーサの街道日記番外編といたしまして、とある寝台を打ちに来ました。そうです、私アンバサダーを務めさせていただいておりますスマスロ L009B サイボーグでございます。設置が4台なので座れるかどうかはわからないんですが、009の写真が載ってたら座れたということになりますので、今回も最後までご視聴いただけたらと思います。それではシーサの街道日記番外編よろしくお願いいたします。さあ何番だ、いくぞ、おはようございます、お願いします、いくよ、はい、あ、いい、めっちゃいい、ありがとうございます。13番、おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。さあ来たぞ、よし、もうね009一択で行きます。設置が4台なんでどうかな、おはようございます、導入集なんでもしかしたら座れないかもしれないから、ちょっとおはようございます、直行しないと、あ、おはようございます、あ、いけたいけた、スマスロ009。今回は強いですね、赤ハゲ。さあ、狙っていたスマスロL009 リーサイボーグ取れましたので打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらの台はですね、導入前ショールームで打たせていただいて、営業中のホールで打つのは、まあ、今回が初めてということになります。非常に楽しみにしてた寝台なので、まず座れてよかったですね。でまあ、簡単なゲーム性言うと、こちらの台周期抽選ですね。1周期が50ゲームプラスアルファで、ここに残りゲーム数出てます。でその50ゲームプラスアルファの中でアクセルポイントを貯めて加速レベルを上げていくと。でこのまあ大事になるのが加速レベルですね。 1,2,3,4,5 マックスと6段階ある中で、まあマックスまでいけばもちろんチャンスオン濃厚で、レベル5までいけばまあ大体1でも 70% ぐらいの信頼度があるという感じですね。でこの加速ポイントを貯めていくには、この加速チャレンジとかね、サウナチャレンジとか、そういう特化ゾーンもあります。もちろん通常時も成立薬によってポイント貯まっていきます。まあこんな感じで1周期目必ず加速チャレンジ入るのでポイントがもらえます。でこれで45ポイントですね。継続することもある、継続はなし。で今ここにね貯まっていってます。で基本的に子役を引ければ10ポイント以上はもらえるということなので、通常時からかなり叩きどころのある台、まあ自力要素がかなり高い台ということですね。で1周期目3周期目9周期目は必ずこの特化ゾーンがもらえるので、139周期目はチャンスのチャンスという周期になりますね。もちろん消化中も恋愛役で加速チャレンジの突入抽選を行われています。その加速チャレンジの突入率と加速チャレンジ降格率への移行率、ここ設定差が結構大きいんで、やっぱ高設定はそれだけ早いあたりに期待が持てるということになりますね。お、今100ポイント貯まって加速レベルが上がったんでレベル2になりました。でレベルが上がると必ずこの六本木ステージに移行します。ここは毎ゲームポイントがもらえるステージですね。5ポイント以上はもらえます。最低5ゲーム継続します。でスイカを引いたんで一応加速チャレンジあるかもようの連続演出入ってますね。さあどうかな、まあここもそうなんですよ、あの通常時の状態が、まあ、定格と降格があって、まあ、通常と降格といった方がいいかな。その通常時の加速チャレンジ当選率に設定差があります。さあなんやかんや1周期目チャンスの周期と言いながらまだレベル2なんですけど、もう残り2ゲーム、これはまずい、非常にまずいです。でまあ見てもらったら分かるんですけど、初当たり確率はまあまあ重たい台なんですよ。その代わりベースが高い、まあコイン持ちがスマスロとしては結構いいので、その出現率だけ見ると辛そうにも見えるんですけど、結構回せますね通常時から。
で今周期に到達したんで連続演出に発展してますと、まあ、レベル2なんでちょっと弱いですね。はい、これで1周期目は残念でしたということになります。レベルマックスまではいけませんでしたけれども、さあ4周期目レベル5でのジャッジになります。でまあビーチモードの時はまた前兆ステージが変わります。あれ前兆ステージいかない、ただ赤文字出てますんでここはかなり期待できますね。多分ここから前兆ステージじゃないかな。はい、これですね。ダイブモードで009発見でチャンスと、009を発見したら結構まあ強い演出が入りますんですぐ分かります。はい、これでチャンスアップ。まあこんだけ赤文字出てたらもうチャンスもあるでしょと思ってますけどね。あ、衝撃まで残り2ゲーム、これはねめったに出ない演出なんでちょっと期待しますよ。衝撃まで残り2ゲーム、何が出てくるんだろう。チャンスの以上は濃厚だと思いますよ。残り3ゲーム、はい、コングラチュレーションということで、まずは318ゲームで投資の方が今9000円ですね。9本で00ブレイクチャンスゾーンということになります。はい、で今回の009の AT は第3停止が色ナビになってるんで、まあ、ここだけね押し間違いがないようにしっかり目をしないといけませんね。さあマルズはベルナビをもらってここからチャンスゾーンの開始になります。 SD バトルモードでいきますね。でチャンスゾーンはファーストステージとセカンドステージの2パートで分かれてて、どっちも突破期待度 55% オーバーと言われてます。でまずファーストステージ20ゲームプラスアルファ、何をするかというとこれを敵を全員撃破すれば OK です。10、20、30、40、50体で、ここもやっぱり子役の引きが大事ですね。基本的に子役を引けば相手を撃破します。で必ず子役を引いた後は大乱闘というのに入ります。で大乱闘は3ゲーム続きます。で大乱闘中は成立役に関わらず毎ゲーム相手を撃破します。もちろん子役とか霊役を引けると大量撃破のチャンスです。なのでこの20ゲーム間いかに子役を引いて大乱闘に入れるかが大事ですね。20ゲーム消化後は、まあ、仲間が全員いなくなって、まあ、ジョー1人になるんですけど、でジョーが負けてしまうと終了です。その前に全員撃破できるかどうか。なので、まあ、ここある程度残した状態で減らしてれば結構安心ですね。あ、いいですよ、子役いい感じで引けてる。ちょっと通常時子役の引き悪かったんでね、ここでこう偏ってきてくれるのはありがたい。さあ乱闘中もリプレイ引きました。あ、カットイン入った時はまあ基本的に複数名倒してくれますね。これでもう20ゲーム消化してるんですけど、まあ、ここは20ゲームプラスアルファ、20ゲームは保証がありますよみたいな感覚でいいと思います。こっちがいなくなったら終わりですね。まだ残り17体います。あ、いいですね、いいですね、大乱闘。これで相手が残り9体まで減りました。子役が引ければチャンスだぞ。ジョー1人になってしまうともうジャッジなんで、1人になる前に子役を引いてほしい。あー、リプレイ OK、 これはチャンスで、残り6体なんで行きました。ファーストステージ、あ、レアイグも引いた。さあこれで相手を全員撃破しましたんでファーストステージ突破になります。これ結構面白いですよね。でセカンドステージは、ファーストステージと違ってスカールとの1対1のバトルです。はい、まずはタイトル、青タイトル普通です。
まあ、タイトルも緑とか赤とかあります。であとは、まあ、カットイン入りましたね。こう技の種類も大事ですね。でジョーが3回攻撃します。4回目の攻撃入るともうその時点でボーナス濃厚です。あ、赤文字出ましたよ。1回目はタイトルはちょっと弱かったですけどね。追加投資で10本目。あ、いいですよいいですよ。どうだろう。でこれで今3回行こう。あっと当たりです。まあこんな感じで通常時は50ゲームプラスアルファの周期を消化しながらジャッジを受けてチャンスゾーンに入って突破できればボーナス当選になります。初期投資結局10本追加投資しまして460枚です。でこの時にスペシャルチャージゾーンという特化ゾーンが出てくることもあるんですけど、まあ、ここはボーナスですね。でシングルゾロイで150枚ダブルゾロイで300枚のスーパービッグになります。はい、ここはシングルゾロイ150枚のビッグボーナスということです。で消化中は AT 中のポイントとなる加速装置のストックです。まあ、その告知方法を選ぶ感じですね。先に言うと AT 中は9ゲームの ST と加速装置っていう順序7枚の AT をループさせる感じですね。でその加速装置がベルナビ管理なんですよ。でそのベルナビの回数が3の倍数3回6回9回12回15回18回みたいな感じで継続していきます。さあこれでボーナス消化になりますので、ここからがいよいよ AT 加速ラッシュ突入となります。めちゃめちゃかっこいい。加速ラッシュで、まあ継続率が 83% から 97% って言いましたけど、毎セットレベルも表示されて選択されます。基本レベル1レベル2レベル3レベル4みたいな上位を目指していくっていうのがまず最初の AT ですね。その上位に入るためには有力感を切らないといけません。1回で有力感切れる条件が1300枚獲得なんですよ。なので1300枚を目指しましょうということです。で9ゲーム間の ST 何をするかって言ったら、ベルかレア役引ければ加速装置突入になります。でベルもあのナビ管理なんですよね。確定のベルから2択ベルから、まあ、10何択のベルまであって、そのベルを揃えることができれば加速装置に突入します。でこのレベルはそのベルナビが発生しやすいかどうかっていうところで継続率に影響するっていうことですね。でこの台どっから押してもいいんで、まあ、真ん中から押して、まあ、中段にベルが止まったら第一ステージ正解ですよとか、スイカ止まればレア役ですよとかって見抜くこともできます。でこの場合は共通ベルの可能性もあるんですけど、まあ、外れですね。これ共通ベルの可能性あります。さあラスト1ゲーム、これ第一ステージ正解です。で、あの右上がりにベル転廃すれば第2停止も正解です。残念。でラスト、まあこれで終わりになるんですけど、保証がありますんで1セット目継続します。継続確定している場合はこれですね、エクストラバースト入ってベルナビが出るまで続きますと。でベルを揃えるとここからが加速装置という AT です。ここが順増7枚です。さあここちょっと見にくいかもしれないですけど、残りベル回数書いてありますね。これがベルナビ回数ですね。3の倍数3の倍数って言ってますけど、上乗せするときも3、6、9の上乗せ3の倍数になります。でベルナビ1個消化するごとにここに1コンボ2コンボと、でこれが9コンボまでいけばボーナスチャンスですね。で加速装置中のレア役はナビストック濃厚です。レア役引けたらナビストック3以上します。はい、これで規定回数ナビ消化したらまたここで 1,2,3,4 のレベルから選ばれるっていう感じですね。はい、レベル1。ただ消化中にレベル上がることもあるんで、まあ、見た目1台も内部的に4だったりとかって可能性あります。あー当たらんな、やばい。やっぱレベル1はね結構むずいですね。
リプレーはオシュンベル。そろそろ来ない。あーリプレーか。あありました、ケーブクエクストラバースト、助かった。よし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 、これでまた加速装置。あレア役だ、これナビストックします。ジャクチェリー、ナビストックも3の倍数ということで、ここの加速装置は今現在ベルナビ6個を持っている状態ですね。あと1回上乗せすればボーナスチャンスもらえます。これで5コンボ6コンボで、ここのマックスベッドでまだまだっていう時あります。ない、6コンボか。あでも今回はレベル4と加速装置しかありません。というのもベルナビ出てますから加速装置ということですね。でこの画面でベルとかレア役引いて加速装置入った場合はコンボ継続します。なので次のベルナビが7コンボ目、まあ、つまり9コンボまで行くってことです。結構ねスピード感があるんですよ、純増7枚あるんで、演出的にもねめっちゃ速く感じますし。はい、これで7コンボですね。これで8コンボで次が9コンボ目。で9コンボ目のマックスベッドでジャッジと出ます。で7が揃えばボーナスです。ここでうわ揃わず、あでも継続しましたね。さあ行きましょう。あこれで今第2停止もあったんで、まあ、あとは2択なんですけど、もうナビ出てますんで、はい OK です。こうだから通常時もそうでした、チャンスゾーン中もそうでしたが、やはり AT 中も自力要素満載というね、本当にあの己の引きで展開変わってくるという台です。で今も1ゲーム目ベル引いてるんでコンボ継続してます。これで6コンボ、レベル1がないですね今回。あもう1回、あいった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  OK。これでまた9コンボまで行きます。さあこれで9コンボ目取れるかな。うわ取れない、なかなか取れんな。おお今度はこっち当たってますね、タク当てが。これはベル、オッケー間に合った、オッケー。こういうことなんですよ、一人でこうドキドキしながら打ってるっていう。正解、獲得枚数は500枚超えております。終わった、ナビストック。おー強チェリーだ、強チェリーは結構でかいのもらえるんじゃないですか。9ストック、これは大きい。さあそろそろボーナスも引きたいところ。あーストック、いい感じじゃないですか。これで3ストック、9コンボ目ですね。頼む、あ今回は強いですね、赤背景2角テンパって、青7テンパイで2角です。やっと AT 中にボーナス取れました。では枚数が、まあ、もらえるだけじゃなくてボーナス中の加速装置ストックはベルナビ優遇なんで、ここ結構大事。ちょっと強めの演出入りましたね。これ加速装置のストックのチャンスです。
お、取れた。加速装置ストックになります。さあ、あと400枚、まあ、300枚ちょっと取って有力感切れるかどうか。1000枚超えてるんで、もう1100枚超えてるんで絶対終わらせたくないですよ、ここは。よし、レア役。順調順調。おー、ナビストック。2ゲーム連続ナビストック、これはでかい。ベルナビ残り8回になった。ボーナス取れたな。1300枚だ。ボーナス取れたらどうですか。青い。うふう、取れない。レベル2、1じゃないだけまだマシか。さあ、右で、ああ、いや、1300枚近づいてるんで余計なんかこう慎重になりますね。残り3ゲーム、まずい、やばい。いやー、嘘でしょ。ラスト、あ、リプレイかな。リプレイ、終わらせたくない。ここまで来たら、うわーうわー、終わってしまった。あと100枚ちょっとで有力感を切らすチャンスだったんですよ。1194枚か。まあまあ、でも最初の AT としては、うん、1000枚以上は出せたんで、ちょっと次の AT でまた頑張ります。もちろんね、上位の超加速ラッシュ入れたいところなんですが、まあこれぐらいの枚数何度か取れればね、それだけでも結果的に大きなプラスにはなるんで、まあいかにこの持ちコイン残して次の AT 迎えるかがまずは大事ですね。ボタンも普通だ。そうっすよね。残り5体ダメなんだ。ファーストステージ突破ならず。うわー、ダメー。もうレベルマックスはもらったようなもん。さあ、90ポイント、これで95ポイント。これでレベルマックスです。さあ、チャンスゾーン5回目、 AT 終わって5回目です。もう4連続失敗中です。あと229体ですか。さあ、引け、公約引け。あと87体。あーっと、これはもらった。さあ、行きます。セカンドステージはスカールとのバトル、決めろ。変わらんな、背景が。おー、でもチャンスアップ入ったよ、これね。あのボタン連打のこれですね、連撃アタックなんですけど、最低でも60以上は欲しい。80いけばチャンス、これですね。60は超えてくれ。これで40超えろ。よしよしよし、ここ超えろ、ここ超えろ。さあ、60か、いけるかな。ああ、赤い、いや青い。お願い。
よしさあ、いやちょっとゲーム2というか、結局チャンスゾーン4連続失敗して5回目で当たりまして、ここから2回目の加速ラッシュ、ただ持ちコイン510枚残してますので、まあ、収支的にはまだプラスでございます。あーボーナスですね。まあ、とりあえずここから出した分全部プラスになるっていうのは嬉しいですね。行きましょう。欲しい家族土地、ここも赤いよ。よし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 。さあボーナス中の家族土地ストックで、これが6ナビ以上、ベルナビ6回以上ということになります。さあそれでは2回目の家族ラッシュ1300枚目指して、まずはやっていきましょう。めちゃめちゃかっこよくないですかこの突入。もう毎回言ってますけど、でまずは加速装置のストックありますので加速装置に行きます。やっぱボーナス引いてそこで加速装置取るっていうのは結構枚数がぐっと増えるんで、これは大きいですね。でコンボ取ることでまた次のボーナスにつながるんで、さあ最初の加速装置は6コンボという結果でした。やっぱりレベル1はちょっと難しいな。おおチェリーだ。レア役ケーキなのでここも6コンボは欲しいところ。さああるかな。3コンボ目ないか。よし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 、コンボ継続。6コンボまで来たぞ。レベル3、4加速装置レベル4、あいいですね。さっきレベル4なんか出てこなかったですもんね。AT 自体に AT レベルもあるんで、こういう高いレベルのやつが出てきたときはちょっと期待しますよね。 AT レベルに、まあ自力で加速装置入れました。青でいこう。よかった、当たった、助かった。ラスト1ゲーム、やっとまだまだが来てくれた。結構ねベルナビ3回のセットは多くて、まだ1回も9コンボないんですよ、この2回目の AT 中の割にはよく頑張ってます。さあここも1000枚超えるかどうか、レベル1のセットです。はちょっとここも1300枚には届かず957枚で終了です。持ち込みはこれで1467枚というところまでは食えましたが、なかなか1300枚いけないですな。あーダメかー、429枚。うわー終わったー、598枚はい実践終了でございます。まずは設置4台の009、まあ運よく早い番号引けたので座れてよかったなと思います。で、導入後今回が初実践だったんですけど、今までこうショールームでちょっと試打させてもらったり閉店後のお店で触るっていうことはあったんですが、まあ、やっぱり営業中のお店で打つと一味も二味も違うなというのを感じましたね。収支の方がですね、今日は総投資が46枚貸しの10本でしたので460枚、交換枚数が1609枚という結果でしたので、収支の方はプラス1149枚という結果でした。ちょっとね設定が高い台と低い台でどう違うのかっていうのはまだはっきりわからないんですが、今日一日の打感だと噛み合いさえすれば設定関係なく出せるんじゃないかなっていうのは正直思いましたね。皆さんもぜひお
お近くのお店で009見つけた際には一度チャレンジしていただきたいなと思います。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。